はい、皆さん、おはこんばんにちは、バットです。11月18日だね。夜の8時半。一人喋りね、久しぶりに、というか、まあ、約1ヶ月ちょいぶりにね、喋っていこうかなと思ってます。でね、前回がね、一人喋り10月11日だったので、ほぼ1ヶ月ちょいぶりですよね。今日もね、まあ、ゲームとかいろいろと、まあ、もろもろの話をしていきたいと思ってます。まあね、ここ1ヶ月でぐっとね、寒くなってきてね、まあ、ほんと、晩秋というか、もう冬っぽくね、なってきたんですけれども、まあ相変わらずキャンプもやってますしね、ゲームもやってますし、あとね、前回ね、の一人喋りでしゃべった裁く話ね、それが、まあ明日ということになってるんで、その辺の話もちょっとね、含めて、話していきたいと思ってます。では趣旨、この番組は私バットが日頃思ったこと、感じたこと、体験したことなどを一人で買って手に喋る気ままな内容となっております。ということで、とりあえずの今日ね、仕事でしたよ。ちょっとまあ仕事でもちょっとイレギュラーな仕事だったんですけど、ほぼ外にいたんでね、まあめちゃめちゃ寒くはなかったんですけど、雨だったのでね、ちょっとまあ雨嫌だったねっていうね、そういうことがあったんですけど、そうですね。どうしよう、キャンプの話か。先週、初めてのね、キャンプ場、動画にもあげましたけど、マヤ姫湖青少年旅行村という福井県大野市にあるキャンプ場行ってきたんですけれども、ここはね、ちょうど本当紅葉が綺麗で、一瞬の晴れ間しかなかったんですけど、ちょっと飲もう。一瞬の晴れ間しかなかったんですけど、紅葉がね、綺麗でしたね。まあ、あとはもう、雨と、風と、それから、風か、それの繰り返し、ってか、やんだり降ったり、やんだり降ったりで、まあ、幸いに、焚き火がね、できたんで、よかったなと思うんですけど、まあ、ほとんど手抜き料理で 幕内で過ごしたなっていう印象でしたね。行きが157号線っていう、まあ国道のひどい国道というかね、細い国道、山深いところを通ってきたんですけれども、あそこもね、初めて通って、やっぱり今まであんまり見たことない風景がね、見れたので、非常に通るのとか運転するの疲れましたけど、面白い道でしたよ。まあ、マヤ姫湖はね、確か今日ぐらいで、この今週末で閉鎖するって言ってたんで、まあもう来年春までちょっとね、行けないですけど、また来年春はね、ぜひここ行ってみたいですね。広くて、静かで、いい場所でしたね。多分シーズンになれば、すごく人が来るんじゃないかなとは思ってますけどね。まあ、そんな感じですかね。それからね、その前はね、大津谷で、実は、2回ぐらいやってます。仕事終わり。ね。まあ、大津谷メンバーというか、大津谷に住んでる人、住んでる人とは言わないから、よく来る、方々と交流したり、一緒に飲んだりしながら、過ごしたんですけどね。動画にはちょっと上げてないんですけど、まあ、そんな感じで、やってたりとか、その前がね、10月の中頃の白樺湖。これも良かったですね。で、あと、この時にね、リコーのシータ V という、なんていうのかな、360度撮れる、カメラをちょっとね、デモ機で借りれたので、借りて、その動画もね、1分半ぐらいの動画上げてるんですけど、非常に面白い動画撮れますよね。前からその YouTube とか、そのシータの360度のカメラ興味あって、いろんなページは見てたんですけど、
ちょっと知らないとね、ずっと地面映ったままとか ずっと空映ったままで、なんじゃこれはっていうコメントもね、ついてたんですよね。ずっと地面ばっかりだったけど、何回か見直してその仕組みが分かったっていうかね、その360度撮れてるっていうのが分かってすごいですねみたいなコメントもいくつかもらってましたけど、まあこういうカメラですね。まあ編集がね、なかなかちょっと自分の能力では、その360度の動画をつなぎ合わせたりとか、なかなかそういうことがちょっとできないです。勉強不足だと思うんですけど、できないんでね、本当1本の動画ワンカットだけをちょっと載せてみたんですけど、これは本当に、動画っていうこともあって、もちろん静止画でも撮れるんですけど、動画だとよりこの雰囲気がね、伝わって面白いカメラかなと思うんで、本当はね、これね、買うかなと思ったんですけど、まあまあまだ値段も張るし、その編集というところってね、自分がまだついてってないんで、ちょっとこのカメラに関しては見送ったんですけど、この動画見てもらうとね、本当ね、面白いので、やっぱこれからこういう動画は増えてくるんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで、最近のね、キャンプのことはそんな感じで、今ね、実はプチテント沼にはまってまして、冬にこもれるテントをね、まあ、メガホンじゃなしに、もう一個ちょっとでかい、もうちょっと大きいやつをね、欲しいなと思って、ちょっとテント沼にはまってまして、まあね、最近流行りのかまぼこだったりとか、ツールームだったりとか、いろいろね、ちょっと大きめのものをね、いろいろと今物色してます。だいたい方向性はね、紆余曲折あって決まってきたんですけど、やっぱりね、メガホンもね、こもれるテントで去年買ったんかな、去年だっけな、買ってストーブ入れてこもるんだって言ってたけど、やっぱりね、もうちょっと広いのが欲しいってね、思うんですよね。で、この夏にね、前も喋りましたけど、サーカス TC っていうのもちょっとね、行こうかと思ったんですけど、あまりにも皆さんが 使ってるので、ちょっとひねくれてるんでね、みんな使ってるのは嫌だっていう こともあって、買うのをちょっとね、見送りました。ただ、本当ね、欲しいテントではあるんですけど、ちょっと見送ってます。で、やっぱりメガホンより一回り、大きいっちゃ大きいんですけど、実際入ってみると、どうかな、わあ、ひれ、メガホンよりひれっていうほど広さを感じなかったので、広いんですよ。面積だけでは、サイズ的には広いんですけど、その実感的にね、わあ、これは広いわっていうほど広くはなかったので、ちょっと見送ったっていうのもありますね。まあでも、いずれはね、欲しい幕かなと思ってます。なので、まあ、モノポールじゃなくてね、ツールームとか、スクリーンタープとか、そっち方向でね、今、物色しててね。まあね、お値段もいろいろありますからね、ちょっとその辺も相談しつつ、まあいろんな人に相談したりしながらね、ちょっとね、買う方向で今、実は動いております。まあ、この冬、来年ぐらいには手に入れて、そのメガホンのモノポールはいいけど、その、なんていうのかな、この地面積がそのまま立ち上がってるわけじゃなくて、やっぱりすぼん、ね、先が尖がってる分、空間が狭まってるので、そうじゃない、このね、真四角っていうかね、部屋みたいな、ちょっと広い部屋みたいなテント欲しいなと思ってね、考えてます。あと、道具的には、まあ、いろいろと欲しいものはあるんですけど、今、めっちゃ欲しいものは、特に、その、小物ではないんで、まあ、テントかなっていう気はしますね。でね、来月はね、陣馬形山行きます。はい。来月は陣馬形山、最後というか、まあ、
最後ではないけど、まあ行こうと思ってます。春に行った時ね、年内もう一回来たいっていうことを思ったんで、もうその寒くなってからね、寒くなってから行きたいと思ってるんで、来月ちょっと行く予定を実はしてます。ねえ、寒いんだろうね。最近、アステカさんとか行かれてましたし、それからちょっと前はね、何人か動画やってられる方も上げてたのですね、ああ、また行きたいなーなんて思いながら、そういう動画を見ながらね、ちょっと、来月行くぞと、そんな風に思いながらね、やってます。まあ、キャンプはそんな感じかな。まあまあ、あとね、まあ、コメントをね、今回ちょっと、マヤ姫コンはね、閉じさせてもらってるんですけど、なかなかね、このコメントをね、返す、ちょっと余裕がなくて、まあ、時間的にもそうなんですけど、ちょっと気持ち的な余裕もなくて、コメント見てるんですけど、すぐ返す、ちょっと余裕がないっていうのがね、ありますね。なので、今回ちょっと閉じさせてもらって、まだね、コメント返してない、方々がいるので、本当申し訳ないなと思うんですけど、やっぱりちょっとね、その気が、そっちにガッていかないんで、まあそういう時はちょっと、まあ無理くりし、無理、無理にはしないようにしようかなと思って見てはいますけどね。まあそういう感じで、今回はと閉じてます。多分この一人喋りも閉じると思うんで、もうちょっとね、余裕ができたら、またあげますので、コメントはそういうことでご了承ください。キャンプはそんな感じかな。あとね、あとはもうゲームかな。ゲームのチャンネルを分けて、まあ、BAT1969YOU1 の方にはゲーム動画は上げてないんですけど、別チャンネルというか、別チャンネルで BAT1969 ゲームという GAME というチャンネルを作って、そっちでずっと毎日動画上げてます。で、今ね、サイコブレイク、まあ前作というか旧作のね、初期1本目のサイコブレイクをね、ほんと苦労しながら プレイしてるんですけど、次ね、当然このサイコブレイク2もやりたいなと思ってますし、あとアンチャーテッドね、アンチャーテッドってほら、クロエのね、やつはやったんですけど、アンチャーテッドコレクションをね、ちょっと借りることができて、このアンチャーテッドの1作目、2作目、3作目が1本に入ってるコレクションっていうのをちょっと手に入って、アンチャーテッドシリーズ、プレステ3ではね、全部やってて、4ではね、4版がね、ちょっとね、やりたいなと思ってて、コレクション借りることできたので、まあ、いずれね、そのうちコレクションをやっていきたいなというふうに思ってますし、まあ、コレクションと同時に、サイコブレイク2かな。それからちょっとパソコン版のね、ゲームも、ちょっとキャプチャーしながら、YouTube に上げていこうかなとは思ってますので、もうゲームはね、もうやることいっぱいですよ。あとね、スター・ウォーズ・バトルフロント2出るけどどうって言われてるんですけど、ちょっと今のところね、買う予定がないですね。バトルフロント1がね、めちゃめちゃ期待してて、すごく面白かったんですけど、ゲーム的にね、そんなに面白さがなかったので、もうすぐ飽きちゃったんでね、ちょっと残念だったんですけど、それの思いがあるんでね、2どうかなと思って様子は見てるんですけどね。今のところちょっと、皆さんがね、動画を上げ始めて、動画の中身見て面白そうだったら買おうかなっていうのはありますけどね。だから次はアンチャーテッドコレクション1作目から3作目なんで、ものすごい時間はかかると思うんですけど、それのアップとサイコブレイク1を早くクリアして、2と。そういう感じかなと、プラスアルファ、パソコン版のやつかな。ちょっとダメだ。くしゃみが出る。
ごめんなさい。大丈夫ですかね。うるさくなかったですか。ごめんなさい。ノーカットでお送りしてるんでね。はい。あ、すごいな。このノイズってかガーってなってるね。そんな感じかな。ゲームね。あとね、最近なんだろう、まあ時々ツイートしたりするんですけどね、まあ週末にね女子とデートはしてますね。あのまあ昔からの知り合いだったり元カノだったりあのデートしてますよ。ご飯食べに、まあほとんど飯食いに行ったりする、飲みに行くことはまあないかな、時々あるかな。でキャンプ遊びに来てくれたりね、まあそんないろんなことはしてるんでこしょこしょやってますけど、まあもうなんかね、まあそういうこだわりを捨ててニュートラルに行こうかなという感じでね、遊んでおります。で、実は明日ね、前回の一人喋りでも言ってたと思うんですけど、その漁師体験、狩猟体験っていうのにちょっと申し込んで、やっと明日ね、行くことになります。まあ、前回も話したんですけど、ちょっとあるそのテレビというか、番組の影響で、その生き物とかね、鹿とかこのイノシシをね飼って、まあ殺して一からこの皮を剥いで内臓を出して部位に分けていくみたいな、ちょっとそういうテレビ番組を見て前からねちょっと興味はあったんですけど、それを見たら自分もちょっとあこういうことやってみたいなと思って、まあ、たまたま知り合いの知り合いにね、そういうことやってる人がいたので、ちょっと紹介してもらって、まあ明日、そのね、鹿を解体して、それを食べるっていう、そういうちょっと猟師体験、狩猟体験って、まあイベントですよ。イベントですけど、そういうのをちょっと行ってきます。まあね、賛否両論、その動物を殺してくっていうのがね、このかわいそうとかね、残酷とかっていう意見も当然あるんですけど、まあ普段自分たちが食ってる肉っていうのはね、そういうことを誰かがやったのを買ってるっていうことなので、まあその一大元をね、自分でもちょっと見てみたいっていうのを思ったので、見て、そのやってみたいっていうか、まあやるっていうよりも、まあ見てみたいっていうのが一つ大きい理由で、まあこうやって生き物は殺されて、肉片にされて、スーパーにパック詰めされてるんだなっていう、その大元から見てみたいっていうのがあったので、まあ行ってくるんですけど、特にその大きな、なんていうのかな、生き物の命をみたいなね、いただいてるんだみたいな、そういう大義名分はないんですよ。ただどうやってそういう過程があるのか、工程があるのかっていうのを見てみたかったので、ちょっと参加することにしました。でね、 YouTube とかねでもね、動画にいっぱい上がってるんですよ。鳥、豚、牛の、 解体、生きてるところからどうやってこの肉になっていくかっていうのはね、結構、まあ、前も話したんですけど、前の一人喋ったんですけど、そういう動画たくさんあってて、そういうのを見てると本当、まあラインですよね、ライン工程で、動物たちは、殺されてバラバラになっていくっていうのがあって、それ見てるとなんだろうね、やっぱり
肉なんですよね。自分たちがスーパーで見てる肉の元がこうだったっていうような感じで、そらね、毎日毎日世界中の人たちがスーパーに行きゃ肉はあるんでね、ものすごい量のそういう動物たちが解体されてってるんですよ。それをね、見たくないっていうのも一つだと思いますし、見たいっていうのもありだと思うんですね。僕は見たいからそういうのを実際にやってこようかなって思ってます。うん、その命がどうのこうのとか、そういうね、大げさなことは言わないんです。ただどういう過程でそういうふうに、ね、なるのかっていう、一番多分その工場に行くわけじゃないんで、本当に漁師さんが取って、漁師さんがさばいて自分たちで食べるとか、そういうところの、まあ、多分大元の原点的なところを見たいっていうのがあったので、それに参加するんです。なのでそういうね、特に大義名分はなくて、大義名分っていうか、その大げさな理由はなくて、こういう風なんだなと、はい、こうやって肉は作られてるんだなと、ブロック肉はこうやってできてるんだなっていうのをちょっと見てみたいっていう、それで行ってきますね。ね、まあそこを見ればね、多分自分がね、食う肉の一切れにもね、なんか今までと違った思いというか、なんか感じるものがありながら食べれる、まあいいか悪いかは分かんないですけど、そうやって思うんで、ちょっとなんかあるんじゃないかなと思って、まあ見てこようと、体験してこようと思ってね、いきます。まあ楽しみですよ。うん、ドキドキですけどね、楽しみです。まあ結構その血とかね、そういう中身とかね、結構平気なタイプなので、そんなに怖がらずに、気持ちを抗がらずに、普通に接すると思うんですけどね。それをね、前回言ったら動画に上げてくださいみたいなことでコメントあってね、いや、撮れる範囲では撮りますけど、上げれるかどうかっていうのはまた別の話で、やっぱりそういうのも苦手な人がいるんでね、まあ動画はできる限り撮ってきますけど、どうなんすかね。見たい人も見たくない人もいっぱいいるでしょうし、まあそれはね、おのおのの判断なんでね、でも だとはおのおの判断だと思うんですけど、まあそれを上げていいのか。でも YouTube ね、いっぱい上がってるんでね、そういう漁師漁のシーンとか、鹿を撃ってバラして、内臓出して、皮剥いで内臓出してみたいなところはあるんで、まあ別にいいかと思うんですけどね。まあそういうことをちょっと明日やってきますと。ね、楽しみっちゃ楽しみだけどね。まあそういうことです。あとは年末に向けて、特にね、まあ年末に向けてもうあと1ヶ月半ですからね。ね、どっかのタイミングでちょっとね、年末年始ちょっとどっかね、遠く行きたいなとは、キャンプとかじゃなくてね、旅行っていうわけじゃないんですけど、ちょっと遠く行きたいなっていうのもあったり、この年末から年始に向けてね、バタバタと忙しく動きたいなっていうふうには思ってます。でね、そう、別にNHK の回しもんではないんですけど、ブラタモリっていう NHK の番組あるじゃないですか、ブラタモリね。あんまりね、リアルタイムではちょっと自分見れてなくて、時々録画としておいたのを見てる感じなんで、全然毎回は見れてないんですけど、ブラタモリが岐阜に来まして、まあ岐阜市内ね、結構うちの比較的近いところにタモリさん来て、
散策されたんですね。で、その、まあ、岐阜もね、歴史が、まあ、深いところっていうか、たくさんあるところなので、どういう内容でタモリさんが回ったのか分かんないんですけど、その「ブラタモリ」の放送が12月の2日なんですよ。12月2日に岐阜のね、ブラタモリがやるので、まあ、自分もね、楽しみにしてるんですけど、結構いつも自分が見てる風景のところにタモリさんが行って散策されてるんで、どんなこと喋ってるのかなっていうのはね、非常に気になりますね。なのでね、もし、興味があればね、この岐阜のブラタモリ、何喋ってんだろう、岐阜ってどんなところなんだろうっていうのをね、見ていただければ幸いかなって思います。なんかね、自分がの子供の頃、うわ、ごめんなさい。自分が子供の頃遊んでたところの風景とかにタモリさん回ってそうなので、まあ、長良川をね、中心とした鵜飼とか、岐阜城、岐阜公園とか、まあ、その辺の多分歴史のことを言うんだとは思うんですけどね。ということで、大体30分ぐらいかな。終わりました。喋 りました。で、次回の一人喋り、まあ、12月の終わりぐらいにね、できればいいかなと思ってます。多分、まあ、年末、今年1年は、みたいな振り返る話をするんでしょうけどね。まあ、それも、ありかなって思いますね。でも、今年は、まあ、いいや。それは来月の一人喋りで、今年のことをね、振り返ろうと思いますよ。それから来年に向けてのね、話もね、いろいろと、キャンプのこともね、いろんなことがちょっとずつ、決まってきてたりもするので、まあ、そういう話をね、多分来月も喋ると思うので、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた。